トネレロ通りとサンタクララ通りの角の標識。トネレロ通りの歩道、2011年撮影。トネレロ通り、2018年撮影。トネレロ通りは、ブラジル、リオデジャネイロ市内のコパカバーナ近傍に位置する街路。その名称は、パソデルトネレロの戦いに由来するものである。コパカバーナの中心部に位置し、周辺地域の主要幹線道路の一つとされるトネレロ、通りは、 北東南西に伸びる海岸線から500メートルほど離れた内陸側を並行する全長1キロメートル足らず街路であり、東北端はカーデアルアーコベルデ広場、南西端はマヨルバストンネルに接している。通りの半ばにはリオデジャネイロ地下鉄のシクエーラカンポス駅が位置している。1954年5月8日、トネレロ通りにおいて、 当時、大統領ジェトリオ・バルガスを批判する急戦法であったカルロス・ラセルダに対する暗殺未遂事件が起こり、この一件はトネレロ通り襲撃事件と称されるようになった。この事件は、共和国大統領ジェトリオ・バルガスが、その後8月24日に自殺し、政権が崩壊したことによって歴史的重要性を持つことになった。ありがとうございます。